車の取説。マツダ、マツダ6。かつてアテンザと呼ばれていたマツダ6は、マツダが2002年まで製造していたカペラの後継モデルです。ミドルサイズセダン、もしくはステーションワゴンという異なるボディタイプが設定されており、直近の一部改良では誕生から20周年を記念した特別仕様車が発売されています。ラインナップは搭載するエンジンによってグレードが分かれています。ガソリンモデルのベースグレードの 20S やスポーティーなエクステリアを施した 25S スポーツアピアランスに加え、上位グレードの 25SL パッケージも設定されています。ディーゼル車のみ FF か 4WD を選ぶことができます。車両本体価格はおよそ296万円からおよそ474万円です。ガソリンエンジンは2リッターと 2.5 リッターの2種類、ディーゼルエンジンは 2.2 リッター仕様のみの設定となります。 WLTC モード燃費の最良値はガソリンとディーゼルエンジンでそれぞれリッター15キロとリッター 17.8 キロを競います。高速道路と一般道を約150キロ走行しましたが、メーター表示の実燃費はリッター 16.1 キロでした。運転支援システムは歩行者をカメラで検知し、衝突回避をサポートするアドバンストスマートシティブレーキサポートを全車標準装備。また全車速追従機能付きのクルーズコントロールも一部グレードを除き標準装備されています。ボディサイズは全長4865mm、ホイールベース2830mm、前高1450mm、全幅1840mm、最低地上高は160mm となっています。エクステリアはマツダの鼓動デザインを全面的に取り入れ、優雅なボディラインに凛とした表情をたたえたフロントフェイスが風格と気品を強調しています。ボディカラーはソリッドなジェットブラックマイカをはじめ、マツダならではの華やかなソウルレッドクリスタルメタリックなど全9色が用意されています。今回試乗したモデルはブラックを基調とした落ち着いた空間作りがなされており、運転席は本革巻きのステアリングとアナログスピードメーターが装備され、スポーティーさも感じられる仕上げとなっています。インテリアはグレードによってシート表皮とカラーが異なり、ナッパレザー、スムーズレザー、クロスなどの素材が選択可能です。マツダ6のラゲッジ容量はセダンが474リットル、ワゴンが506リットルとなります。ワゴンではリアシートを倒すことで1648リットルまでラゲッジを拡大することが可能です。ドリンクホルダーは車内に8カ所設置、 USB のソケットはフロントに2カ所とリアセンターアームレストに2カ所の計4カ所を標準装備。今回試乗した20周年アニバーサリーエディションはアップデートを受けたディーゼルの特別仕様車です。搭載するスカイアクティブ D エンジンの出力も向上され、最高出力は従来のエンジンと比べ10馬力アップの200馬力になっています。最大トルクも向上させることで高回転までの伸びと力強さの向上が図られました。さらにアクセルペダルの動力特性や電動パワーステアリングのアシスト特性を見直すことにより運転のしやすさもアップしています。高速道路を時速70キロで巡航している時の車内の騒音レベルは60デシベル程度でした。2022年でデビュー20周年を数える
マツダ6。ディーゼルモデルに実施された改良によって、さらに商品力を増した1台となりました。SUV が主流の昨今では、かつてマツダのフラッグシップとして、いつまでも特別な存在感を誇る1台と言えるでしょう。